どうもラオチンです。さあ今日もファイアーエンブレム無双をやっていきましょう。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日は効率的なレベル上げができる場所発見しました。やっていきます。今回レベル上げ結構きつかったんですよね。レベル50ぐらいから全然上がらなくってどうしようかと思ってたんですけども、上げる場所が分かれば簡単です。むちゃくちゃ早く上がっていきます。場所を紹介したいと思います。ここですね。外伝でこのキャラクター門番ですね。門番がいつ仲間になるかはちょっと定かではないんですけども、俺は3周目入った時に仲間になりました。なので条件はおそらく3周目に入るっていうことだと思います。この門番が出す外伝、ここに挑戦していきましょう。敵のレベルは50です。なかなか厳しいので、装備とかをしっかり揃えて挑戦していきましょう。一度クリアをしましても、こっち戦闘記録館ですね。この戦闘記録館で再度挑戦することができますので、何度も何度もやっていきましょう。で、イージーで行くと、まあクリアしやすいんですけども、ハードで行くのをおすすめします。経験値、もらえる経験値が全然違うので、イージーよりもハードで行きましょう。ルナティックで一回行ったけども、敵がね、ワンパンしてきます。なので、ルナティックはちょっと厳しいので、レベル上げはハードでやっていいと思います。で、挑戦したい時には、ルナティック、そんな感じでいいんではないでしょうか。とにかく強いです。で、やるにあたって、これも重要です。軍備情報で見てください。右下の提案効果ですね。ここで経験値が増えるやつをつけておいてください。俺の場合は歩行ジョブでの経験値が増えるっていうやつにしておりますけども、まあ、自分が使いやすい、ジョブでの経験値を増やす、もしくは、MVP の経験値が増えるやつもあるかな。そういうやつをつけてください。全然経験値が変わってきます。ではどれぐらいいくのか見てみましょう。おかしいな。ちなみに今レベルが97ですね。あ、言ったかな言ったかな、覚えてない。97です。で、今回ちょっとエピタフでやっていきます。こっちの方が意外と好きになったんだよね、アスラよりも。なんか見た目が侍みたいですごいかっこよくって、こっちを最近は、最近っていうかまだ発売されて間もないんだけどね、こっちをなんか使ってますね。見た目がやっぱりね、かっこいいんだ。いきます。で、ここめちゃくちゃ出てきます。3つのルートのキャラクターがたくさん出てきますので、しっかりと準備をして挑むようにしてください。でなかなか入らないな。あ、ちなみにこれハードです。ハードはこんな感じですね。自分の武器は最大まで上げてます。プラス100まで上げてるんですけども、これぐらいしか入らないですね。これがね、後の方になってくるともっと辛くなるんですよ。後の方辛い。最後はね、おお、減る減る、危ねえ。油断してたらね、減りますから気をつけましょう。でもね、自分のね、不得意な業種が出てくると辛いんだ。いけ、そこまで減らないな、全然減らない。最後がね、3対1になるんですよ。3対1、あれがねマジで辛いので気をつけてください。ルナティックの時はね、もう本当にね絶望したもん。こんなに強いのかって言って3回ぐらいやり直したね。よし、モローレンズももう少しでおしまいだ。
もう落ちて、硬いよ。いけ、まだか、まだ削れないのか。おっしゃ、オッケー。第3部隊途中まで来ました。あと第3部隊があと2体と、あ、違う、4体だ。あと4体と最後の3対1で戦う場所ですね。まあまあまあ、いけそうですね。で、戦ってる間に、97から99まで上がってます。結構上がりやすいでしょ。もうほんとここ5分ぐらいで2ぐらい上がるので、ここは本当におすすめだよ。よし、まあ、極力最後の方まで余力は取っときたいところですね。あぶねえ。どこだ、ヒルだ。いける。終わらないか。しゃあ、ちょっと回復アイテムを落としてくれればいいけどな。落とさないね。はい、次、あ、モニカ、ちょっと広いところで戦わせて。とヒューがいるんだね。じゃあ魔法系も嫌だよね。なんか知らないうちにダメージ受けたりとか、そういうのがあるから、極力魔法系は近づきたくないんだ。よし、いける。できれば2人同時に攻撃を入れていきたい。もうちょっとモニカが近づいてくれればやりやすいんだけど。 OK、倒した。あとモニカだけ。いける。一応回復入れときましょう。で、最後です。最後は3体同時に来るからね。しかもめちゃくちゃ強いのが、半端じゃないぐらい強いのが来るから、注意していきます。真ん中で戦おうかな。どうせ3人揃っちゃうんで、一気に、無双で減らしていきましょうか。そうだな。では行くとしようか。よっしゃい、よっしゃい、よっしゃい。 OK。 で、できれば1000体倒しときたいんだけどね。 S ランク取るためには1000体ちょっと無理かな。はい、クロード来た。で、ディミトリも来た。さて、うん、どこにいる、どこにいる。あと1人いないぞ。あー、なんか遅れてきてる。おいおいおい、行きましょう。あー、来た。エルガゾ行きます。おい、まずは無双で集めて一気に削っていきたいところ。一気に削っていく。これ攻撃力アップみたいなやつを入れていった方がいいのかな。技ばっかりじゃなくてさ、どうなんだろうね。で、減らないね。お、ちょっと待って、こうあんまり見えないところではね、戦いたくないよね。乱戦になるとなんか急なダメージ受けるから。よし、どっちかやった。いける。よし、ミドリター。どこだ、あと1体だけ。硬そう。うい、勝って勝って勝って。よし、おっぶね。全然減らない。全然減らない。まあ仕方ないか。終わりだ。まだか。よし、おい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 、これで終わるか。しゃあ、
はい、こんな感じですね。まあ、とにかく厳しいので、ルナティックはやめた方がいいかな。ハードで周回してみてください。レベルガンガン上がります。はい、ということで今日は効率的なレベルアップやってみました。場所ですけども、ここですね、外伝のこれ、思い出です。ここをとにかく回ってください。これを出す条件として門番を仲間にする必要があります。門番はおそらく3周目で仲間になりますので、3周目までやってみてください。結構長いですね。結構長いんですけども、そっからレベル上げをするといいと思います。頑張ってください。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。